が膝枕するってのはどうかな。準備完了。ここに。うん、多分だけど座ったまま寝るより疲れが取れると思うよ。おいでよ。私正座得意だから動かない自信あるよ。迷ってたら昼休み終わっちゃうよ。何それ。えい。
いつでも寝ちゃっていいからね。はい、深呼吸。昔遊んだ RPG のゲーム。いつか大事な人ができたら私も絶対したかったの。君は私の大事な人だからいいの。そんな風に言われると照れるな。眠いんだよね。
ックスしてきた。寝ちゃった。背中。
みんな明日の放課後時間ある？もちろん。ありよりのあり。みんなで採寸しない？もちろん。そう。今採寸できるの？そんな気はしてた。抜き打ちなんて夕飯前に教えてほしかった。サバ読むと服がきつくなるだけよ。よっ。もちろん君も。もちろん、しっかり活躍してもらうから。よろしくね。
君が遅れてきたら一緒に全力疾走するしかないね。投稿じゃあそんな君には私のバッグも持ってもらおう。
バックは冗談だよ。扉が閉まります。そうね、福岡天神、活動の時間が減っちゃうもんね。福岡天神終点です。確かに。最初の頃は福岡天神、追加は2つ分の距離が福岡天神終点です。今はほら、福岡天神、福岡天神終点です。それによく笑うようになった気がする。ありがとうございました。うん、すごくいい顔で笑うんだよ。君にはいつも笑っててほしいな。知ってた。だけど扉が閉まります。あ、次はそういえば放課後、兄さんが身体測定と採寸しようって言ってたね。西まで、イギスさんが模索でやってたからね。兄さんも今後のために測りたいって言ってたし。採寸の仕方を覚えてほしいって言ってたよ。じゃあ放課後は活動場所に集合だね。私とっておきがあるから楽しみに。
しみにしてて。驚きすぎだよ。え？もしかして、なんだそういうことか。やっぱ下着でって言われたらどうしようか焦っちゃった。それで、そろそろ君から水着の感想を聞きたい。
に入って入って。まずは肩と腕から測ろうか。後ろに立って首の根元から肩の外側までメジャーを沿わせて。どうしたの？ああ、口だけじゃわからないね。ここら辺からここまでメジャーを沿わ。ちゃんと押し当てないと測れないよ。肩ブカブカになっちゃう。もうガッとやっちゃって。履歴から変化とかも見れるんだよ。でも太ってるかも分かっちゃうの。よし、気持ちを切り替えて次は袖丈。肩肘の長さ、肘腕の長さを測るよ。これで肩と腕は終わりだね。二の腕？あ、わからないよ。それはダイエットの時とかだよ。
し二の腕タプタプだし。
じゃあお願いします。ここくらいでいいよ。数字読んでみて。 OK、 85cm と。大丈夫、ちょっと緊張してて。よし、うん、お願い。68cmと57cmね。 OK、 完璧。これで採寸は終わりだね。何かな？そうな、うん、いや、そんなことはないよ。自分で測れるかなって思わなくもないとか。はい、本気なんだね。わかった、私も覚悟を決めるよ。私のヒップを測ってください。うん、お尻の一番突き出してて高い部分を測るの、ここよ。
何か。お待たせ。何してるの？